心はゆるっと、しつけはシャキッと、しつけ大好き、山宮ひろこです。こんにちは。今日は今までも時々やってきたんですが、帯枕解説、帯枕の解説をしたいと思います。というか研究していこうかなと思います。帯枕っていろいろあって、まあ基本的に私たちはお客様がお持ちいただいたものを使わせていただくから、なかなか選べるということではないんですが、もしもこんな枕が来たらこの帯結び、こんな枕が来たらこれはやっちゃダメだよねとか、どうしてもこの帯結びをなさりたいって言ったら枕のご提案をこういう風にしてみようかなっていう指針がちょっとあったらいいなと思って、今日はそんなことも考えて研究してみようかなと思っています。さて、この帯結び、愛され帯結びということで、帯結び解説もしていきたいと思っていますが、こういった形、振袖ではよくある形ですよね。文庫だけど垂れ下がっているというわけではなく、飾りのひらひらした羽もたくさんあって、高い位置に据え付けられている文庫です。この帯に使っている枕、今回は薄っぺちい枕をこれは使っています。私は基本的に枕が大きいのがあまり好きではないということもあって、使うときには薄っぺちい枕と言って、薄くて平らな枕を使うことが多いんです。そうすることによって、あまり枕が主張していないというような帯結びをしていくことが多いです。さあ、薄っぺちい枕見てみましょう。こういう形で厚さはこんな風です。厚さだいたい 1.5 センチ。そして少し湾曲していて、お背中にペタッとつく感じです。高さや枕の丸みなどはあまり出せません。二重太鼓をなさるときは枕はとても大事です。高さや厚さで若々しさを出したり、落ち着いた雰囲気を出したり、そのお立場も表現できたり、帯の柄を生かしたり、粋にしてみたり、そんなも枕で大事ですよね。ですが、こういった形の文庫になったら枕ってどんななんでしょう。今この文庫ちゃんに、この薄っぺちい枕は、全部上に上げて、帯の結び目よりも上に、羽を持ち上げて、しっかりと据え付けていました。薄っぺちい枕は薄くて小さいということで、こんな風に使うことができるんです。枕が邪魔にならない良さはありますが、枕で包まれた太鼓部分については主張はありません。次はこちらの枕です。こちら、私は富士枕と名前を付けました。富士山みたいな形してるからっていうこともあるし、お花の富士みたいに爽やかな感じにって思ったこともあります。これは富士枕。この形は、だいたい厚さが 2.5 ぐらいだと思います。3センチあるかないか。これは厚さがもっと厚い M サイズもあるんですが、こっちは小さいサイズ。そしてこちら側はすっと薄くなっていて、1センチ程度まで薄くなっていて、硬い板が、こういう形の板があります。使い方はこう使われてもいいですし、こう使われてもいいですよというものです。こういう文庫さんだったら持ち上げたいので、しっかり持ち上げて、羽を持ち上げて、
今度はここではなくて、ここですね。ここに差し込んで、こうして羽を持ち上げてあげる。そうすると安定して持ち上がる。やはり、でもこの部分は小さい形になります。ほとんど薄っぺちい枕をこの部分に入れたのと同じぐらいしか枕は出てきていません。あとは先の部分は帯の上線から中に入れて羽を支え上げているからです。こうなると出ている部分、枕が上に出ている部分がほとんど変わらない感じになるので、この部分同じことをやって太鼓部分を作ろうとしても薄っぺちい枕とほとんど変わらない太鼓のボリュームになっていくと思います。高さを上げることはこの分で可能なんですが、ことさら太鼓の部分がもりっと丸く作ることは難しいかもしれませんね。続けて、いわゆる皆さんがハマグリって呼んでいて、ちょっと今の帯の形になると嫌われもんかな。これはお母さんのお太鼓よって私がよく言っている枕。高さで言うと、こちらのハマグリさんよりもこちらのお太鼓用の方が高いです。高さ。ちょっと比べてみましょうか。3.5 センチ。こっちは3センチ程度です。なので、しっかりどっちも詰まっていて、パンパンな感じ。だから、帯の高さもしっかり出せるし、お太鼓の部分の丸さとかボリュームもしっかり出せそうです。なんとなく嫌われてしまうのは、ここのどこに置けばいいのかしらって皆さんが思うからではないでしょうか。例えば、薄っぺちい枕と同じように、両方を持ち上げて、この結び目よりも上に置いたとしたら、安定は違わなくしっかりできると思いますが、こうなったとしたら、随分帯は高く上がっていくんではないでしょうか。さっきまで突き抜けていなかったこの羽も襟から突き抜けてしまいそう。そしてこの太鼓部分になるところがしっかりとボリュームがあるので、この太鼓に使う帯の長さもちょっと必要です。そして三重仮紐を掘り出して、こうしてかけていってみますが、このお太鼓の部分、帯揚げをしないで帯締めだけしてみてみましょう。だいぶボリュームがある感じに仕上がっているのではないでしょうか。高さも随分高いところまで帯が上がります。帯の高さが足りないなんていうときは、このハマグリさんでしっかりと持ち上げて、分高を上げていくこともできるってことですね。次はこちら。お母さんのためのお太鼓枕。高さはしっかり 3.5 センチあります。横の長さも、さっきのハマグリさんと、実はあまり変わらないです。ただ、ハマグリさんのように、この距離がない。ということです。大きさで言うと、薄っぺちい枕より一回り大きいくらいです。同じように、両羽を上げて、結び目よりも上に乗せようとすると、高さはしっかりと出そうですが、さっきのハマグリさんよりは、この距離がない分、少し、この隙間が空きますね。あまり、襟付けに迫らないで済む、というわけです。大きさも、この大きさだと、
較的邪魔にならずに済みそうです。帯の上線よりも下に枕をして、なんとか形をつけていく帯結びだと、ちょっと邪魔になることもあるかもしれませんが、こういった帯結びだとちょうど高さも出ていい塩梅かもしれません。ただ今回の帯は薄手の帯なので、帯自体がガサバって困るということがないので、これも使い勝手が悪くないですが、帯自体が厚手でとてもガサバるとき、そういうときは少し邪魔になるかもしれません。こんな風にしてみました。ここから2から3指程度の隙間が空き、自然に帯が落ち着く場所になってくれると、上から押さえる必要もないですし、ちょうどこのぐらいの塩梅が悪くないかもしれません。あまりこの、もし帯だったら高さもあるので、羽を思いっきり持ち上げて上にする必要は少ないかもしれませんね。ただし、隙間がないと入っていかないので、帯が厚手だと、もしかしたら結ぶような感じじゃなく、からげる形でする帯結びの方がいいかもしれません。今日は枕を変えて、人気の愛され帯結びに挑戦してみましたよ。さあ、皆さんはどうでしたか？もしも大きなハマグリで、こういった高いところに作る文庫ちゃんをしたいなっていうような時、お母様の古い、硬い、短い帯だと、枕が大きすぎると邪魔になることがあります。だから、そんな時は結ばない選択をしたり、思い切って枕を変える。そんなご提案もしてみてはどうですか？こういう文庫さん、少しこの襟付けから隙間があるとないとでは、印象が変わります。これが思い切り上に上がってしまうと、高すぎてしまい、足は長く見えるかもしれませんが、この部分がちょっと間延びしてしまいますね。すごく高く襟付けにしっかりとついてしまうような帯結びだったら、この羽は下に向いている方が適しているかもしれません。襟を突き抜けてしまうような羽になることがないような場所に枕は持っていきたいものです。少しこの部分に隙間が空くようにちょっと工夫してあげてくださいね。というわけで、いろんな枕で試してみました。嫌われ者のハマグリさんですが、ハマグリさんも上手に使えば、薄い柔らかい帯なんかの時には高さが出てパリッとしますよ。薄っぺちい枕はとても使いやすいです。ですが、高さを出したい時には不向きです。そして、富士山型の富士枕。この富士枕はこちら側で使われてもいいですし、反対でこっち側で使ってもいいですし、好きなように使っていろいろ工夫してみると楽しい展開になりそうです。20代子に使ってはいけないということはありませんから、それにも使ってみてください。さあ、今日の枕研究どうでしたか？皆さんも何かやってみて、新しい発見があったらぜひご報告ください。待ってます。というわけで、今日はこの辺で帯枕考察終了です。皆さんに元気注入して私バイバイしますよ。来ますよ。元気注入。